険です。お家が建っていました。本田さん、迷惑なんて思ってないから甘えてよ。よう、首洗って待ってたか。明るくなってからもう一度来よう。君が怪我でもしたらお母さんはもっと苦しくなるから。私は京さんに嫌われている気がするから少し寂しいです。ひどいことばっかり言っちゃうんだあいつに。相馬くん、今朝はどうもです。こちらこそ。私の新しい家族さんたち。